クールダウンです。呼吸を意識しリラックスして行うようにしましょう。運動後に行うことで運動の疲労や痛みを和らげる効果があります。それでは両手を伸ばしてください。ゆっくりと横にひねっていきます。下半身は動かず上半身だけをひねるようにしましょう。また息が止まりやすいので息をこらえないようにも注意してください。それでは伸ばしていきましょう。できる限り息は止めずゆっくりと吐いていきましょう。戻します。反対側も伸ばします。目線は腕と腕の間を見るようにしてください。はい、戻します。次は足も伸ばしていきましょう。片方の足を伸ばしていただき、かかとをつけてゆっくりとお辞儀をしていきます。息をこらえないように注意して行いましょう。それでは始めます。腰や膝に痛みがある方、無理をされないようにしてください。戻します。反対側も伸ばしましょう。息を止めないように注意してください。戻します。次はお尻を伸ばしていきます。足を組みましょう。背筋を伸ばしていただき、膝に近づけるようにお辞儀をします。股関節に痛みがある方や手術をされた方は行わないようにしてください。それでは始めます。腰や膝に痛みがある方は無理をされないようにしてください。反対側も伸ばします。息をこらえないようにリラックスして行いましょう。はい、戻します。深呼吸です。ゆっくりと手を上げ下ろしていきます。手を上げる際にはしっかりと吸い込んで、ゆっくり下ろすときに吐いていきましょう。それでは始めます。しっかり上げてゆっくり下ろしていきます。大きく息を吸ってしっかり吐いていきましょう。もう一度、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。水分補給をお願いします。汗をかかれた方は冷えすぎないように注意をしてください。一連の運動はこれで終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。体はお年とともに変化をしていきます。活動的な体を長く維持していけるようにしっかりと取り組んでいきましょう。また運動だけではなく食事と睡眠も大切です。食事ではタンパク質、炭水化物、脂質の三大栄養素をしっかりバランスよく食べましょう。よく寝て、よく食べて、よく動くを意識して過ごしていきましょう。